落合さん聞いたことあるんですよ。川口お前が一番打てなかった、うん、だけど北別府は簡単に打てんだよ。川口甘い球が一番打てないんだよ。それで3年目で1200万、1200万です、ね、はい、15勝、よーしって感じですよね。よし、次の人頑張るぞって言ったら、ずっと勝てなかったです。なんでやっぱり自分の得意球ってクロスファイヤーでカーブこう入ってくるじゃないですか、うん、でやっぱ入り球が多いので、うん、もう打者は入り球を呼び込んで打つ、うん、で入り球を見送る、うん、で僕はやっぱりフォアボールも多かったんで、うん、だから結局見られてフォアボール出して、うん、で結局ガーンと打たれて負けるっていうのが前半続いたんです、うん、4月5月、うん、右打者のアウトコースのコントロールをつけなさいって言われたんです、うん、実はこれは、うん、その前に江夏さんに言われたんです。江夏さんまたこうコントロールいいんだわ。そうなんです。でね、たまたま僕が調子に乗って喫茶店入ったんですよ。ね、15勝した後半ぐらいの時ですよ、うん、入ったら喫茶店入ったらちょうど巨人戦だったんで、うん、パッと入ったら金田さんと江夏さんがいたんです。お別テーブルですけどね。おでパッと入ったら江夏さんいるって、おちゃーって言ったら、ほらーカルシーって言われて、金田さんの声がしたんですよ。お前はピッチャーだろって言われて、うん、なんで半袖着とんやって言われて、ピッチャー長袖着んかって言ってすげえ怒られました。そういうとこ厳しいよね、はい、それがドラフト6位で指名されて初めて会った時に電話以来の、そうです、電話以来、はい、すいませんって言って、でも可愛がってくれました、すごく金田さん、はい、だけどその時に江夏さんに言われたのは、川口、うん、お前のピッチングはやはり一方通行だと、こうしかない、はい、右バッターに入ってくる球、うん、それは素晴らしい球を投げてるけど、うん、君が将来勝つためには右バッターのアウトコースに130キロの球を投げなさいって言われたんですよ、うん、その当時150キロぐらいの球投げてましたから、140キロ後半ぐらいの、うん、ここに130キロの球を投げて打者が最初から手を出すかって言われたんですよ、うんうん、どうですか、打たない、絶対打ちに来ないですよね、うんうん、パッと来てもパッと見送るじゃない、ましてイメージが強いもん、川口のボールはここに来るっていう、目付けこっち来るわけだから、ね、そうなんです、うん、だからここに130キロのボールを出し入れできたら、うん、お前は勝てるようになる、ずっと勝てるよって言われたんですよ、うんうん、で小林さんにまさしく同じことをその時に言われたんです、うん、で6月まるまる大野の練習場とかね行ってブルペンずっとアウトコースのボールを投げてたんです、うん、それやっぱりうまくいかないんですよ、うん、やっぱコツがいるわけですよね、うん、で僕もその時にもうヘトヘトになって250球ぐらい投げた時ですよ、うん、もう体動かないんで、うん、後ろに体を置いて手だけピュンと投げたらそこ行ったんですよ。要するに人間ってゴルフやっててそうじゃないですか、うん、ゴルフ調子悪いって言って最後の17番とか18番だったら急にショットが良くなる時ってないですか、うん、あるある、これはもう体が疲れちゃって、うん、軸を回転させるだけになっちゃうんで、うんうん、意外といいショットになるのと同じで、うん、もう疲れ切って、うん、ああうまく投げられないなと思ってちょっと8分とか9分ぐらいの力でプッと投げた瞬間に、うん、これだと思ったんですよ、うん、要するにまっすぐ投げるときにぐーっと胸を張って体を前に出してこう手を出すじゃないですか、うん、そうじゃなくてやっぱり体を少し後ろに残しておいて手を先に出すとアウトコースいったんです、うん、これが分かったんです、掴んだんです、うん、それから僕の人生はまた変わりました、うん、はい、で7月の、またこれも7月だな6月とにかく夏が好きなんですよ。大体僕夏場に7、8勝するんですよ、いつも、うん、もう6月、7月、8月のみんながクソ暑い時に、うん、僕は全く暑さ感じないんで、バッターはその暑い時期に打率上げるんだからな、はい、うん、で結局それで分かって、うん、ね、そこから0勝3敗か4敗だったんですけど、うん、まあそれが最後は8勝9敗で終わったんですけど、うん、で その年はカープが優勝したんです。84年ね、84年優勝して、はい、うん、はい、そうなんです。その途中がどうかわからないけど、ある記事読むとね、落合さんが、はい、川口が一番嫌なピッチャーだっていうことを言ってんだよ、はい、それはやっぱりここに来るボールがあった時なんだろうかな。落合さんって意外と
あのアウトコース打つのうまいんですよ、うん、で落合さんに聞いたことあるんですよ、川口お前が一番打てなかった、うん、だけど北別府は簡単に打てんだよ、うん、あいつは待ってりゃ来るからって、うん、だからインコースを見せ球にして、うん、必ずアウトコースで仕留めてくるから、うん、その球をポーンとライトに打ってたって、うん、だからもう簡単に読めるんだ、だけどお前は読めなかった、うん、で落合さんが言ったことは、川口甘い球が一番打てないんだって落合さん、あ俺は甘い球を打つのが超下手なんですと、うん、甘いと思った瞬間に力が入るって言うんですよ落合さん、うん、まあ落合さん理論だからね、あの理解不能なところもあるかもしれないですけど、まあ多分落合さんの感覚で言うと、うん、いや甘いボールやられるから厳しいボール厳しいボール行こうと、それ多分目つきが出してんだろうね、はい、ずっとそういう癖がついてるんだろうな、このピッチャーはここを待ってりゃ、うん、このピッチャーはここに来たらさばけるとかね、うん、だから川口はどこに来るかわからない、うん、で縦のカーブと、うん、要するにこっちに入ってくるカット系のボールとストレートがあるから、うんうん、やっぱりインコースさばくのがやっぱりなかなか難しいと、うんうん、いうことも言ってましたし、うん、だから達川さんと僕バッテリー組んだ時にすっごいピンチになった時に達川さんが僕マウンドに来て、うん、ノースリーからピッチングしても大丈夫かって聞いたから、うん、あいいですもう落合さんならもうしょうがないですね、うん、フォアボール出してもいいじゃないですかって言って、うん、でわざとノースリーまでして、うん、カーブ投げてツースリーにして、うん、最後カーブ投げて、うん、ショートゴロゲッツ取ってピンチ出したことがあったんですよ、だから結局やっぱりその優れてる人、やっぱりそのバット操作の優れてる人だから、やっぱり甘い、まあ僕はいつもその思うんですけど、グリップの下っていうのは結局さばきにくいじゃないですか、うん、打者の人ってどうですか、いやインコースは一番嫌よですよね、うん、やっぱりグリップの下の甘いんだけど、でもここをやっぱり西武との日本シリーズもそうだったんですけど、うん、やっぱここをやっぱりコントロールつけなきゃいけない、うん、だから打者の近くに投げることを怖がると勝てないよって言われたし、うん、で今の、まあ、プロ野球選手もそうじゃない、ピッチャーもそうじゃないですか、で森下が、ね、カープのドラフト1位で入って新人を取った、あいつは打者の近くにボールを操作できるんですよ、だから俺は勝てるって思って、やっぱり大学生ってアウトコース投げてたら抑えるピッチャーとかっていうのはやっぱりプロに来てからは体の近く投げなきゃ抑えられないんで、それでやっぱりね苦しむ人が多いって聞いたことあるんですよ、うんうん、だからやっぱり体の近く投げる、だから僕は左対左だとバース、クロマティ、うんうん、ね、掛布さんとか、うんうん、いい左打者の、うん、僕ここにしか投げなかったんですよ、インコース投げれたんだ、投げれたんですよ、だそれがそのこの投げ方、はいはいはい、ちょっと体を前に持ってくるんだ、うん、投げながらもちょっと後ろへ構える、うん、ということはステップ足が緩んでたら絶対できないです、うんうん、ステップ足をちょっと引きながら、うん、体をこう起こしながら手を先に出すとアウトコース行ってたんで、だからもうそれからもう左バッター怖くなくなったんですね、投げて掴めずにと思って投げたのがえっという手応え、そうですね、あこうなんだ、あで94年が優勝して、はいはい、8勝9敗でしたけど、8勝9敗で優勝して近鉄、はい、日本シリーズ、いえ阪急ブレーブス、え美濃田さん、はい、松永ブーマー、あー弓岡さん、そっか弓岡さん、はいはい、この時代ですよ、はいはい、西宮球場、はいはい、で 第3戦先発ですよ僕、もう、その当時北別府、大野、川口、はい、あ誰いたかな、金石は池谷さんもいました、あ池谷さんまだ投げてたの、うん、そうですね、金石はまだ上に来てないです、ああそう、はいはい、はい、ああそっか、阪急か、阪急だよね、オリックスじゃないね、阪急ブレーブスです、はいはい、西宮球場、はいはいはい、まあここと だってあの当時の阪急って言ったらブーマーウェルズがすごいバッティングしてたじゃないですか、いいバッターだったよ、ね、松永もしぶとかったし、松永、美濃田さん、弓岡さん、ね、すごいそうそうたる、うん、で小葉さんがね、うん、こう言ったんですよね、いいか、あのシリーズっていうのはシーズン通りにね野球やってても勝てないんだぞって言われて、うん、はい、
もうすごい打者に対してはもうインハイとアウトローしっかりついていけって言われて、分かりましたとか、第3戦僕先発して勝ちました、ね、おはい、勝ちました。で第6戦先発したんですよ。一番福本さんです。福本さん、福本さんまだいた、そうそうそう、一番福本さん、ね、2番が多分弓岡さん、はい、で松永ブーマー、はい、こんな流れだったと思います、はいはい、あ、美濃田さんもありました。美濃田さんが3番かよ。そう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 、でもう大手かけて第6戦ですよ、うん、市民球場で、うん、福本さん最初の打席です頭ガーン当てたの、危険球でヘルメットがパーン飛び散って、当時 ABC のヘルメットってあんまり被ってる人いなかったでしょ、うん、ABC のヘルメット、アメリカのヘルメットですよ、はい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 、これがねパカーンってね、裂けるように粉々に、うん、福本さんカーブだと思って待ったらしいですよ。ーカーブかカーブか、曲がるか曲がるか曲がらないかガーンですよ。それでそのまま担架で病院運ばれて、はいはい、僕は動揺してもう投げられなくて、お、はい、退場にはならなかった、ならなかった、その当時は退場がないんで、もう自分から崩れ落ちて帰り終わりましたけど、はい、でもやっぱそれはねやっぱり衝撃だったし、あ、だってだからね、俺そういうのね、やる福さん左じゃん、ええ、で左ピッチャーじゃん、で俺らもたまにね、うん、そのこのピッチャーは必ずワンツーでカーブからカーブ狙えよって、俺は右バッターに対して右ピッチャーの変化球を待たすこと用意できなかった、俺自身もしなかった、危ないから。何回当たったことありますか。俺頭はね1回くらい、あーすごい、村田調理さんのボールをヘルメット割れたけどねあ、割れてよかった、ここに当たってね、こっちが割れたの、これ衝撃でぐしゃっとこっちがこう耐えられなかったんだからね、こっち逆の方向がひびあれたんだけど、だから後で聞いたら、その粉々になったことによって全部衝撃を吸収したんだ、うん、そしたら次の第7戦1番バッターの久保さん出てきた、はあ、よかった、僕当てた瞬間殺したと思いました。うわそりゃそうだよね、150キロ近くも投げんだからなで立ち上がりだからもう思いっきり力ある時じゃないですか、ガパーンですからヘルメットが、うん、でそのまま担架でそのまま病院でしょ、うん、で当時上田さん後ろに、後ろずっと待ってて、上田さんすみません申し訳ございません、はい、いや野球勝負なんだからもうしょうがない、ミスもあるだろうって言ってくれて、もう涙出てもう、うん、ずっと泣いてましたああ、でも第7戦の1番バッターでこうやって出てくれて、うん、何事もなかったかと思う。結局4勝3敗で、はい、カープが日本一、はい、最後は山根さんがね、ああ山根和夫さんがやっぱり山根さんってシュート持ってるから、そう嫌だった、ね、嫌だったでしょ。いや山根さんも西武に来てくれたんで、ああそうですそうです、西武に来てくれたんで、そうですそうですそうです、本当そうですね、ちょっと寡黙なね、そう体の大きくて、もういや いい人だったよ、すごくいい人です、 あまり喋らないんですけど、そうそうそう、いい人でした、はい、そうですね。でカープは日本一になって、はい、まあ、それこそいろんなどんちゃん騒ぎ、そうですね、そう、まあ、本当にあの優勝何年ぶりだろう、80年、うん、80年優勝してますんでね、うんうんうん、だから4年ぶり、そうですね、はい、それでちょうどその年はあのアメリカの大リーグチームあの優勝したオリオールズが、お、はい、あの単独チームで来たんだ、単独チームでワールドシリーズ優勝して、まあ、読売があのこれを招待して、はいはい、日本の優勝チーム対、うん、アメリカの優勝チームで、はい、いいね、はい、本当のワールドシリーズ、そうです、で対決したんです、うん、先発を、はい、ぶつけたこれがですねやっぱりね、その年8勝9敗で、うん、ほとんど4月5月6月って、うん、エネルギー使ってなかったんですよ、うん、体力余ったんですよまだ試合ないのかみたいな、そしたら小林さんが、よし明日は買うし、お前が先発行け、うん、はい、でビシー抑えて、おでツーアウトランナーサード、おバッターボックス入ってレフト前コーンと打って、お1点取って 1-0 で勝ちました。やるじゃん、完封ですよ、やるじゃん、はい、もう、ま、間違えちゃったですね1-0 完封ですよ、オリオールズを。それでは次の日の新聞、川口メジャーへって出て、俺何も言ってないのにそんなの出てるしで相手の監督がね、うん、欲しいって言い出して、うんうん、まあそれは社交辞令だ
でも嬉しかったですよ。で、何が嬉しかったって言ったら、その時に賞金30万円、当時ですよ、もう一人取りですよ。だって勝利打点と完封ですから、はい、それは何、チームの勝利、チームの勝利、チームもらいまして、はい、嬉しかったですね。なるほど。そしてまあ、YouTube チャンネルと言いますと、はいはい、石毛ひろみち TV が始まりまして、うん、そしてまた新たに石毛さん関わっていらっしゃる、週に2日3日書いてる OB クラブ、はい、全国野球振興会、はい、25年の歴史があるんですけど、はい、野球界に恩返しっていうコンセプトで始まりました、はい、初代会長は川上哲治さんが言い出しっぺで、こうなってきてるわけですね、はい、で我々は人生の野球界の先人先輩の意思を受け継いで今その思いを我々がやってるところなんですけどね。でこれはこういう時代ですから、はい、コロナ禍においてなかなかこの野球教室もできないという、はい、うん、で今のそういった YouTube だとか、リモートだとか Zoom だとかそれをうまく使いながらですね、はい、我々が培ってきたものを発信していこうというところなんですよ。で今実際プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネルがスタートしてますから、スタートした、はい、で僕も一応会社の中にいる人間なんで、はい、そちらのも一緒にやってますから、できれば石毛ひろみち TV と一緒にともにですね、はい、プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネル見てほしいなと思ってます。はい、はい、チャンネル登録も、ね、お願いします。はい、お願いします、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。